して右手側にやってくるのはオタリアという種類のお魚とアチスケがやってきますよ。トントンの足形によるパワフルなダンス楽しみにしてくださいね。それではモモコちゃんたちお願いします。海のお友達もトレーナーさんも一緒に踊ってね。それじゃあ足形たちはこのボールを使って踊ってね。いくよ。私の特技は何といってもセクシーポーズだって。シーパラのセクシーアイドルだもん。セクシーアイドルらしいですよ。じゃあそのセクシーポーズ皆様に披露してみましょう。テイクさんのセクシーポーズ。うんうん。ありがとうございます。皆様、そしてももこさんがセクシーアイドルで分かったかな。分かりました。はい、じゃあ次は私レイニーレイちゃんからの質問です。ご飯が毎日同じ魚ばかりで正直飽きてますか？毎日お魚でも全然飽きないわ。お魚最高。そう言ってくれると思って大好きなシシャモをたくさん持ってきました。テイクさんはこの他にもサバのサンバラのシナカンを食べるんですよ。さあ、寂しいですが質問コーナーはこれにて終了。テイクさん、皆様にお別れのご挨拶をして、今度はお水の中をゆうゆうと泳いで帰っていきます。皆様はぜひテイクさんの後ろ足にご注目ください。お水の中でテイクさん泳ぐときは後ろ足を使って泳ぐんです。スタジアムビジョンにご注目いただくと見えていますでしょうか。また陸上に上がるときは体を支えるのに大きな前足を使っているんですよ。さあ、そんな前足後ろ足の使い分けができる誠一さん、質問にもバッチリ答えてくれましたね。
それじゃあみんな。